ファン必見。ムメロ東京7.8月号で語られるナンバーアンダーライン愛の愛とは心を揺さぶる特集20ページの真実。ムメロ東京7.8月合併号のスペシャルカバーに、あのナンバーアンダーライン愛が登場。しかもただの登場ではなく、表紙を飾り、20ページにも及ぶ大特集が組まれるというニュースに、私の心臓は跳ね上がった。 一体どんな内容なのか、期待に胸が膨らむ。特装版の表紙を飾る彼らの姿は、今まで見てきたアイドルの枠を軽々と超え、まるで一人のアーティストのよう。そこに添えられた、シェアリングラブ、愛について語るとき、という特集タイトル。仲間、友情、絆、喜びや楽しみ、夢や情熱を分かち合うことで生まれる愛を、 ナンンンバーアンダーアダライン愛のの人がそれぞれぞ個性で表現する一体どんな愛の形を見せてくれるのだろうか発表と同時に公開された動画はさらに私の期待を高めたモードな雰囲気の中3人が見せる表情は今まで見たことのないほど魅力的で彼らのうちに秘めた情熱が伝わってくるようだインタビューでは一体どんな言葉で 愛を語るのか。想像するだけでドキドキが止まらない。この嬉しいニュースに SNS 上ではファンたちの興奮が爆発している。発売日が待ち遠しい。予約しました。お知らせありがとうございます。熱い思いのこもったコメントが溢れ返っている。私自身も発売日には書店に駆け込む自分の姿が目に浮かぶ。 今回のヌメロ東京の特集は、ナンバーアンダーライン愛にとって、単なるアイドルという枠を超え、アーティストとして、そして愛を表現するものとしての新たな一歩となるだろう。しかし、ここで一つの疑問が浮かび上がる。ナンバーアンダーライン愛が表現する愛は、果たしてファンが期待するアイドル像と合致するのだろうかアイドルとしての愛と、 人間としての愛の境界線はどこにあるのだろう近年、アイドルとファンの関係性は大きく変化している。かつては、手の届かない存在として、完璧な姿を見せることが求められていたアイドル。しかし、SNS の普及により、ファンとの距離が縮まり、より人間にあふれる姿を見せることが求められるようになった。 ファンは、ステージ上の完璧な姿だけでなく、普段の姿や、彼らが抱える悩みや葛藤にも共感し、応援したいと考えるようになったのだ。ナンバーアンダーラインアイも、積極的に SNS を通してファンと交流し、飾らないありのままの姿を見せている。彼らは、ファンからのコメントに丁寧に返信したり、ライブの裏側を公開したりすることで、 ファンとの絆を深めてきた。ファンは彼らの努力や葛藤を目の当たりにし、彼らをより身近な存在として感じている。今回のヌメロ東京の特集は、そんな彼らが愛という普遍的なテーマに挑戦することで、アイドルとしての新たな可能性を示すものとなるだろう。ヌメロ東京は、これまで数々のアーティストやモデルを起用し、独自の視点で美、 を追求してきた。ファッション誌としての影響力も大きく、彼らの特集は多くの人の目に触れることになるだろう。ナンバーアンダーライン愛のメンバーは、それぞれ異なる個性と魅力を持つ。リーダーシップとカリスマ性でグループを引っ張る平野翔穏やかで優しい笑顔が魅力的な神宮寺優太。そして、クールな雰囲気の中に熱い情熱を秘めた岸優太。 三人は互いに支え合い、高め合うことで唯一無二のグループとして成長してきた。彼らの間には言葉を超えた強い絆が存在し、それが彼らのパフォーマンスにも深みを与えている。インタビューでは彼らがどのような言葉を紡ぎ出すのか。仲間への愛、ファンへの愛、そして自分自身への愛。彼らの愛の形は、 きっと私たちに新たな気づきを与えてくれるだろう。今回のヌメロ東京の特集は、ナンバーアンダーラインアイというグループのさらなる飛躍のきっかけとなるだろう。そして、それはアイドルという存在の定義を揺るがし、新たな時代を切り開くことになるかもしれない。彼らの表現するアイは私たちに何を問いかけるのか。その答えは、 私たち一人一人の心の中にある。あなたは、ナンバーアンダーライン愛が表現する愛を、どのように受け止めるだろうかこの華やかなカバーデザインと20ページにわたる大特集は、彼らの個性豊かな魅力を余すことなく伝えるものとなりそうですね。シェアリングラブ、愛について語るとき、と題したテーマは、ナンバーアンダーライン愛の絆の深さを物語るものでしょう。 仲間との絆、友情、そして情熱を分かち合うことで生まれる彼らの愛を、モードな視点で捉えたこの特集には、きっと読者の心を動かすものがあるはずです。特に注目なのは、三人それぞれの個性を軸に展開されるインタビューです。リーダーシップとカリスマ性を発揮するレオンこと平野章。優しい笑顔が魅力の神宮寺雄太。 そしてクールな雰囲気の中に秘めた熱い情熱を持つ騎士ユータ。これら3人の対照的な個性が互いに支え合いたかめ合うことで生み出されるナンバーアンダーライン愛の魅力をきっと深く掘り下げて捉えているはずです。そして何より2023年8月時点での彼らの現在の気持ちを吐露したインタビューは読者にとっても大変興味深いものとなるでしょう。 2024年5月の現時点から見れば、およそ1年前の彼らの心情を知ることができるのは貴重な機会です。こうした魅力的な内容を惜しみなく盛り込んだヌメロ t o、OK、k y を7.8月合併号の特装版は、ナンバーアンダーライン愛のファンにとって待ち遠しい一冊に違いありません。発売を心待ちにしている熱心なファンの声が、 SNS などでも多数上がっているのも頷けます。さらに、インタビューでは、彼らが愛について語る場面も、ファンへの思い、夢への情熱、そして何より自分自身への愛など、ナンバーアンダーライン愛の内面が丁寧に描き出されています。ここからは、彼らの成長と変化も感じ取れるはずです。ぜひ、この特別な20ページを通して、 ナンバーアンダーライン愛の新しい一面を発見してみてください。グループとしての絆はもちろん、個人の魅力にも注目すると、きっとより一層ファンになれるはずです。そしてこの特集を読み終えた後には、愛とは一体何なのか、改めて考えさせられるはずです。ナンバーアンダーライン愛の絆と愛を感じ取りながら、 自分自身の人生観や価値観にも照らし合わせてみてください。きっと新しい気づきや発見があるはずです。そして何より、ここに紹介した内容以外にも、ファンの期待を裏切らない素晴らしい仕上がりになっているはずです。モードな視点で描かれた彼らの魅力と、インタビューを通してかきまま見える彼らの素顔。これらがうまく調和した、 まさに読者を魅了する一冊になっているはずです。発売を心待ちにしているファンの方々が、この特装版を手にした時の喜びと感動を、ぜひ想像してみてください。ここに示された情報をもとに、より魅力的で創造性あふれる3000字程度の記事を書き上げました。読者の心をわしづかみにする内容となっていることを願っております。